こんにちは、翔太です。今日もワンパンマンやっていきたいと思います。まずはこのノーマルのガチャ10連を引いていきたいと思います。早速やっていきますと、なんか SR っぽいの出てきたね。我々は数が増えすぎた。ああ、地底人ね。よって地上をいただくこと。地底人 SR 出てくる。あいつ結構強いのじゃなかったっけ。ノーマル。地底人ノーマル。俺の名は。カマキュラ、カマキュラ。レア出ました。でノーマルスカウトは10連1回やって、で、あとなんかないかな。ガチャできないかなと。っていうところで、ハロウィン、ジェノス強化、あ、スカウトボーナスありますね。スカウトボーナス、お、これ引けますね。いっちゃいます。スカウトボーナス引いて、お、いきなり SR?なんや君は。ああ、ゴリラね。はいはいはい、SR なんだこのゴリラ。おー、俺たち、サスペンダー来ました。暴れられるのも面倒だし。グランドドラゴン、モグラですね。俺もやるぜ。ブンブンマン、ブンブンマン出た。タンクトップブラックホール来た。絶対使わねえだろう、タンクトップブラックホール。で2回目の10連いきます。いけいけいけ。なんかすごい強いの出てきてほしいね。おお、なんか金色に輝いてるよ。紫に輝いているのは皆殺しされたのが記憶ごとき。ああ、深海者ね。深海死者出てくる。お、もう一回 SR タケノコ。ああ、スティンガーね。はいはい、永久ヒーロースティンガー来ましたよと。ね、お、来た。ゴールド、ゴールド初めて見た。何これ、ゴールド、ゴールド。うわ、来た、めちゃ強そう。 SSR 来ました。黒光りちゃん来ましたよ。これえぐいね。えぐいキャラ来ました。 SSR 黒光りちゃんが来ましたよと。絶対強いでしょ、絶対一番強いでしょ。黒でちょっとチームにね、黒光りちゃんを入れていきますと。うわ、戦闘力が跳ね上がっていく。レベル1の黒光りちゃんがめちゃめちゃ強い。レベル1なのに戦闘力が1100、めちゃんこ強いんじゃない。やば、やべえのゲットしましたね。はい、という感じで、ね、ちょっとステージやってみたいと思います。あの黒光りちゃんのね、強さを見たいっていうのも あるんで、まあ、ステージを進めていこうかなと思います。虫ですね。蚊です、蚊。蚊の大群たち。この黒光りちゃんが殴っていく。強いですね、めちゃめちゃ強い。黒光りちゃん本当にやばいな。 SSR 強っ。 SSR 強えな、これ。なんか黒光りちゃんはシールド貼ってるね、しかも。あ、強え。黒光り強え。焼却砲ねじ込んでいく。焼却砲ねじ込んでいく。黒光りがえぐい、強い。ただ MVP はジェノスと。黒光りちゃんのね、必殺使ったらやばいことになりそうだね。ちょっと使ってみる。スープレックス、みんなが俺の、スープレックス炸裂していく。わお、めちゃめちゃ強い。えぐいですよと。これはえぐいですね。えぐ強ですね。黒光りの強さがえぐい。やっぱ
強っ。 MVP 黒光さあ、ナメクジ出てくる。これも黒光のね必殺で、こう十字っていうんですかね、十字方向にの敵にダメージを与えていくっていうんで、まあこのポジショニングはね、この黒光ちゃんの餌食ですね。 T 字か、十字じゃないか、 T 字か、 T 字に敵が配置されてると、あの黒光ちゃんのあの必殺のね餌食になるんで、強い。やべえ、めっちゃ強い。お、なんか解放された。タッチできない。あ、ギルド選択、ギルドあるんですね。ギルドちょっとやっていきますか。どうせだったらギルド作成しちゃいますと。名前はギルドの名前はプリンプリンにしますこれでいけんのか。いけましたね。ギルド作成しちゃいました。よかったらあのワンパンマン同じゲームやってる方、もしよろしければ私のギルドへ入ってください。よろしくお願いします。はい、っていう感じで、ギルドも作成してメンバー募集中ですと。まだ一人なんでね、寂しいですね、このフロア。で、パトロール。探索パトロールみたいなのがあるんですね。これちょっとやっていきますか。やってみましょう。強盗。なんか強そうには見えないが、5ターン以内に倒さないといけないの。え、うちの黒光ちゃんでも、全然食らわない。マジかと。みんなが俺の肉体を見ている。結構強えなこいつ。強盗なのにめちゃ強い。耐久力ありすぎじゃね。みやすま回し蹴り。めまい、目前で相手のターンが一ターンあの阻止できるっていうね。黒光の攻撃炸裂していく。回し蹴り食らわしていく。ただそんなうまくいかないですね。めまいをね入れたいんだけど、そんな連続でめまいなんて食らうわけもなしか。いや強いな黒光、強いんだけど、この敵のね HP がねやばい、あるありすぎる。強え。いやなかなか、いやこれラストターンですね。倒せないじゃん、倒しきれないわこれ。いやこれ倒しきれないね。強くね、謎に強いっていうか、なんか謎に耐久力ある、ありすぎてか HP ありすぎて、お前普通の強盗じゃないだろ。だってこっちは SSR いるんだよ、黒光り。それでも全然倒せないって相当強い。いやねえ、あと何、あ、HP めっちゃあるこいつ。 HP ありすぎやって、ありすぎやって。炸裂しゅう、炸裂炸裂。やっぱ黒光が強えっていうのがね、この動画で分かってくれると思います。 SSR の偉大さが強いですね。もう全然なんか攻撃力が全然違うもん。だってこいつぶん殴ってるだけで1300食らってるよ。
トタウンの化け物。いい響きじゃんか。で昆布で500、ジェノス700だよ。いやーもうこれはもう黒光りがすげえ強いわ。ジェノス2体分ぐらいあるってことでしょ。こいつ一人で強すぎやと。やっぱ SSR 強えな。このゲームもね SSR が出たもん勝ちですね。 SSR の上あるのかな。 SSR が一番かな。一番あの暗いっていうかランク高いんかな。どうなんでしょう。よし、あともうちょい。あーでも4ターンだよね今ね。倒しきれないか。いや黒光りの会心入ったけどダメっぽいね。強くねこいつマジで。タフい、強いというかタフいね。めまい入った。ただもうターンが終了。ターンエンド終了という感じで、まあ、報酬もゲットできた。でもうちょいだね。あと1回できるね。あと1回で倒しきる的なやつでいきますと。みんなが俺の肉体を見ている、見ている。スープレックス強い。相変わらずの強さ。腐食ダメージ入れていく。攻撃してなんとか倒していきたい。もうあともうこれじゃあ殴っていけば OK。 いいぞ。殴っていけば余裕かもしれない。ただこっからの粘りえぐくね。あ倒した OK。 討伐成功。にしてもだよね、にしてもお前強盗強すぎやて。どんだけや、どんだけ強えのよ強盗。やば。おなんかゲットできた。あギルドショップ的なやつか。あーここはまだ出ないんだね。あーダイヤでなんか買える。なるほどなるほどっていう感じでギルド作ったんで、もしよろしければ加入お願いしますと。おなんかハンマーヘッド、ハンマーヘッド出てきた。はいこいつ。いきなり先制攻撃。ふざけんなよ。何やこいつ。ガードだ。ただしかしだいぶ入る。強えな。埼玉に説教されている。もう悪いことはしないと、そういうことですね。よし。おマップイベント発生。あなんか宝箱ゲットしていく。宝箱ゲットゲット。オッケー。おちょうど吹雪戦ですね。地獄嵐強い。地獄嵐なんか意外に吹雪強いんだよな。見ている。まあでもこっちはね黒光りちゃんがおるんで余裕ですよ。もうほとんど半壊してる。あと一発ずつ前線のこいつら倒してて。やっていく。やっていく。みんなが俺の肉
肉体を見ている。いけいけ、スープレックス炸裂。やば、強っ。強えな、おい。黒光り。よいしょ。まあ、という感じで、吹雪も蹴散らしていきの、お、なんか、なんかいるな。また強盗かい。強盗意外に強いからな、嫌なんだよね。さっきの強盗もさ、強いしさ。見ている。あー、なんか意外にやっぱり食らわないね。もっといくかなと思ったけど。いい響きじゃんか。いけいけ、倒していけ倒していけ。いやい、もうちょっとしっかりね、しっかりダメージ入れてってほしいですね。殴って、あーでも強、敵強くなってんな。なんか攻撃が入らないね。いけ、殴れ殴れ、よっしゃ倒していく、挑戦成功と。で、この探索、あれ探索いけない、あれここ探索いけない、あ、いけた。あー、虫ですね。あの蚊のやつね、蚊、大量の蚊です。キモ。あ、とりあえずね、スープレックスで、蚊なのにスープレックス効くんだね。殺虫剤とか効くのね。物理攻撃効くんだね。まあ蚊もね、強そうだよね。いや、いけ。オッケー、必殺会心、会心出る。殴れ殴れ、いけいけいけ、あともちょい。オッケー、ジジイ。やっぱり黒光さんですね。皇帝くんとか欲しいな。みんなが俺の肉体を見ている。オッケー、スープレックス炸裂。気持ちいいですねこれ。全員に食らうのは気持ちいいですね。全員に大ダメージ入っていく。お前らの仕業か。お、イアイも強いね。よし、楽勝っすね。まあ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 、もうね、黒光りちゃんがいるからもう楽勝でしょ。ここら辺も楽勝っしょ。みんなが俺の肉体を見ている。スープレックス見ている。マジ4000ぐらい食らわしてっからな、強えば。みんなが俺の肉体を見ている、見ている。
肉体を見ている。見ている。お前らの仕業か。みんなが俺の肉体を見ている。見ている。お前らの仕業か。みんなが俺の肉体を見ている。見ている。稲妻飛び石を回すじゃねえ。普通のパンチ。よし、という感じで、ステージクリアと。コインもゲットして、はいと、戻りますと。はい、ステージ4ですね。ステージ4クリアして、っていう感じで。まあ、今日はちょっと、黒光をゲットしたんで、それを使ってステージをクリアしてみましたと。今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。